ティガレドのデジュンです。今回はクイーンオカズセマリーベースストラットというわけでね、クイーン EW のデイ2になっております。まあ昨日の動画とね、連続になってると思うんですけど、大きな大会 EW なんですけど、まあ勝ち上がってきた結果、アッパーブラケットの方に勝ち進みまして、まあ対戦相手はストラットというわけでね、まあ、トーナメント表とかも出てるかなと思うんですけど、アッパーブラケット、まあ一度も負けてないようなか、まあ一回まで負けれるって言い方の方がいいかな、の決勝戦でございます。これに勝つと決勝戦進出で、負けると下からね、準決勝勝ち上がってきたクラウンと戦うことになります。はい。というわけで早速やっていきましょう。さあ先行クイーンウォーカーズというわけでね。ウィヒーラバル学。インドラが入ってるので、まあ基本的にはイーグルに刺してくるかなってところですが、いかがでしょうか。さあホーミングチェック入れつつ、クイヒー始まっていきます。インドラ投げるならもう一体ぐらいバル投げときたい感はありますね。投げましたね。さあレイジかけつつ1マス開けて対地マルチの方へ誘導しつつ、そうですね、きっちり丁寧に誘導していって、インドラもどっちのイーグルだ、どっちのビームかと思ったらマルチとかぶってたけど、イーグル方が綺麗に折れました。クイーンの誘導はうまくいってそうなんですけど、ウォールブレーカー得やすいつけるってことかな。さあちょっとウォールブレーカー1枚それつつ、ウォールブレーカーレイジに乗せて奥までギリギリ届いていく。ホーミングチェックちょっと入らず一体受けちゃいましたね。サイン軍フリーズで止めつつ、フィストでロイちゃん投石突破、強い。さあこのままどうなんだろうな、シングル区画まで見てたんかな、穴開け。さあちょっとインビジブルで隠してしまったので、これはラバハウンドがキングにくっつき、それを追いかけるクイーンという図、これはちょっとしんどいですね。マルチにねヒーラーがね打たれてたんで、そこインビジブルかけたんですけど、結果的にはあんまり良くなかったですね。さあ残ってしまったマルチ IT にボマーを差し込みに行きます。さあキングにはストライカーも一体添えつつ、タウンホール、ここはトームで一気に乗り切っていきますが、しっかりトルネードも置かれているので、このバルーンは全部爆発で溶けてしまう。これが強い。さあロイちゃんとボマーも残してあるので、最終区画にはユニットはあるんですが、レイジフリーズからのストライカー添えてロイヤルチャンピオンも走っていきますが、ちょっとこれは早すぎた形。レイジかけたんですが、上が突破できませんでしたね。どうだろうな、これは本来ならばタウンホールにトームでボマーとロイヤルチャンピオンを最終区画へみたいなイメージだったと思うんで、シングル IT か、そっか、ここが残っちゃうんで、こいつだけ穴開けでワンチャン見てた可能性はなくはないけど、見てたかもな。マルチ拾ってこっちまで行ってタウン行ったら逆サイラバル突破考えてたかもな。それめちゃくちゃ強いな。流れそう、どうだろう、微妙なラインだけど、どっちにしろ兵器があれば問題なさそう。とはいえ 86%。 さあ対してジョジョコウモリスタート、コウモリで対空砲だったり、この辺のね、防衛施設のタゲを取りつつ、バルーンを差し込みに行きますが、ホーミングがすごいヒットしていく。おお、対空砲を狙ったバルーンだったんですが、これホーミング3連発によって失敗。ただ、これ突撃艦の方はしっかり通りましたが、31体からスタートしたバルーンがもう19体まで減ってますね。めちゃめちゃバルーン投げたな。さあ、拡張していきつつ、援軍つって、でクイーンの方で処理を行っていきます。ポイズン2枚あるので一発撃っちゃうと。すごいなこれ。バルーンもう19体しかいない。ジャンプも積んでるので真ん中まで結構伸ばしていきたいようなスーサイドになると思うんですが。さあもう1枚のポイズンでしっかり援軍処理を行いつつ、ワンチャンでもこれクロスまで見てた可能性あるかな、バルーンで。そんなにそれないか。さあ、ジャイロイちゃんと
ヒーローパート。ただここはクロスが鬱陶しいのでフリーズをかけていきます。ジャンプちょっと左にもかかるようにかけていきつつ、スケルトンをイーグル区画置いて、クロスがだるい。ここはおお、ここまだフォーミングがあるすごいな。さあクイーン、クローク登場、キングはなんか流れていく。これは中心かなり苦しいですね。クロークも使った後なので、さあロイヤルチャンピオンの方はさすがにスケルトンもありつつ、イーグル4の方までは行きましたが、クイーンが全く伸びませんね。真ん中ロイちゃんまでこれは見てたと思うので、相当崩れてますねこれ、ヒーローパート。さあこれはかなり対策できてると言っていいんじゃないでしょうか。正直こういう攻めが来るとは思わなかったですが、さあトームをかけていってどうだ。これは最終投石にフリーズ一発あるとはいえ、バルーンが全くそこまで足りてないですね。エイストかけつつ、ロイちゃんブーメラン。さあさすがにもう呪文がないのでここで止まっていく。すごい勢いでバルーン落ちましたもんね。どうなんだろうね、コウモリとヘイストとどっちが良かったのかってところですけど、まあロケバル使わなかったっていうところもねあったんですが、バルーンの最初12体初手で使わせたっていうところで言うと、まあかなり外周フォーミングが刺さった例かなと思います。キングな、4時から出したキング脱走してこんなところまで伸びてやがる。さあそのおかげでパーセントは伸びていって 90% リードを取ったのはストラットの方と、まあとはいえねこれでかいですね。防衛できたのはめちゃくちゃでかいですね。さあまずは1防衛ずつというそういうスタートになりました。さあカズマくん、クイヒーラバレウィザードセットしていきつつクイーンスタートしていきます。さあクロスも入ってきて、対空砲のダメージがね、対空砲入らないようにしたいのでバルーンでタゲ取りつつレイジに乗せて、ここは2層分けでクロス前開けていきたいところでしょうか。開けない、ちょっと遅れてウォールブレーカーですが、ちょっなんだ、ものすごい動いた。穴が開いてなかったのでちょっと穴開け遅れましたね。きゃー、ヒーローパートの方にちょっと気を取られて、クイーンのための穴開けが遅れたので、クイーンの誘導が。さあ、ここはトームはまだ使わず、オーデンがすごい微妙な立ち位置。ヒーラー浮きますが、ここは男の許容。マルチまでは破壊してくれますが。さあ、どうしますかね。一応トームは残ってますが、バルーン追加で出しちゃったりとかでマルチ降りに行ってもと思ったけど、トームに乗せてね。さあここはオーデンのトームが入りますが、ほぼほぼ何にも意味がないような。あーいい、宝石まで折れたのは熱い。ただこれはオーデンまで使っちゃってるんで、ターンホールがどうやって取っていくか。一応ジャンプはあるんですけどっていう流れ。さあすごい難しいですね。インビジブルは必須ポイント。ここはクローク、ヒーラーが星1もありえそうなところまで来てますが、さあどうする。さあロイヤルチャンピオンを9時から出しつつ、ここはインビジブルでまずは隠していきます。さあこれは9時からロイちゃんが入ってきてくれている。さあ6時を削っていって、ロイヤルチャンピオンをタウンホールにぶつけに行くような形。ジャンプ打ちますが、これもちょっと遅いので入らない。さあレイジフリーズでロイヤルチャンピオンをタウンホールに向かわせつつ、もう一回フリーズ、もう大丈夫と踏んで、ラバルパート3時からスタートしていきます。ブーメラン放っていきまして、9時回収入れたいですね。さあヘイストフリーズバルーンで投石までは伸ばしましたが、ちょっと足りない。いやーこれ結果的に本当にマルチにちょちょんと 2,3 体ねバルーン投げとけば本当にトームで折れてワンチャンあったのではって思うぐらい伸ばしてきましたね。まあちょっとクロスとかねクイーンとか残っちゃうんで、
前回はかなり厳しそうでしたが、いやナイスリカバリーではありますが、いいリカバリーではあるんですけど、ニコケスタートかなり痛いですね。さあストラット、さあアイロン、クイヒードラドラ、さあアッチャータを切りに来ましたが失敗、追加で出してきます。さあバルキリーウィザードでサイドカットを行いつつ、ただテスラによって削りたい兵士は残っていく。これはそっち行きますね。兵士に流れそうですね。流れていって火力の高い方に入っていく。おお、歩く歩く歩く、あ黒く出る、うえい、ねえ、ワンチャンかぶれば最強だったんだけど。おお、ライダーからスタートしていく形、あんまり良くないですね。さあクイーンは一応狙ってた区画に入りつつ、ただクロークは吐かしてるので少しでもミスると落ちますね。さあトウもね、突撃艦に合わせていきたいと思うので少し遅らせてフリーズで安い固めつつ、さあライダーの方にホミが当たってますね。ドラではなく、ここでホミが当たったところしっかりトウも合わせつつ、ホーミングが追いかけている。トルネードありますが、ここはトツイエティ、援軍はラバーとかではなかった小物だったので、イエティでも問題なかったと。いやーいや、でもかなり前回は苦しそうですが、そのシングル超えられるか。ナイス赤枠。さあキングはここでなんでフィスト持ってる。ただこれはタウンポイズン受けたのでちょっとノロノロにはなっているが、範囲ダメージの攻撃がない。クイーン落ちた。範囲ダメージがないのでババがちょっと伸びてますね。さあロイヤルチャンピオンブーメラン使わせていきつつ、いやババが、ババが、あナイス、投石なかったらワンチャンババにやられてた。クイーン、バーバリアンが強すぎたぞ今一瞬。さあとはいえこれは抑えられそうですね。防衛にはなりそう。86、ここで止まればガクと同点なんですが、90-90ですからね。あっち、さあこれでオーデン落ちつつ、ドラゴンはクイーンに反応してどうだ。87まで伸ばされている。87まで伸ばされて、なんと 1% のリードを取られる。いやこの 1% めちゃくちゃでかいですね。1回でもね、このまま全部全開でいかれてしまうと負けなので、この 1% の差は地味にでかい。同点だったら時間勝負でね、また新しいなんかいろいろね、その辺も考えなきゃいけなくなってくるんですけど。さあホッサンスキング、マルチクランジョをかけていきつつ、さあ大丈夫そうかな。もう一発必要そう。大丈夫そうだね。 OK、 ちょっと進みが悪かったんでヒヤヒヤしましたが、さあゴレクイーンでタウンホール見ていくような形からスタート。おからのキング、ウォールブレイカーつけて投石区画へ。ジャイロイちゃん、うお、ゴレナイトでタウン起動しましたかね。スケルトンでね一応タゲ取りはしてたんですが、まあまあまあクロークでタウンホールまでは突破しつつ、あ本当はこっちにクロークが伸ばせればねよかったんですけど、ちょっと上が空いちゃってるんで、どっちにしろだったかな。キングロイちゃんでしっかり伸びつつ、ここボマーさしていってラバルパートスタート。これはすごい綺麗な一直線ができてますね。ちょっとだけ2時に施設は残ってるので、ただここのもう大量のストライカー走りつつ並走していって、ここで一気のトーム、ロイヤルチャンピオンもトームに巻き込んでいったことで能力を残して最終区画迎えそうですね。さあストライカーもしっかり相手のクイーンを勝利した後に最終
ちょっとクイーン、じゃあ太一クロスの方もねフリーズかけれればロイちゃんの能力残せたかもしれないですが、さあフリーズ残り一発というところ、バルーンはたくさんいますね、問題なさそう。さあ全てのユニットは出し切っているので、あとは回収あるのみと。強い、ボマ強いな、圧倒的。このボマ強いっすね。さあラストもフリーズかけていって圧倒的全開ガーサス、これは強い。さあトライハードとツーウィズラバルかな。トライハードも結構トツビズやるようになりましたかね、見てて結構やってんなって思いますが。さあバルーン投げていきつつダウントツ、まずはゴブリン走らせていって、ゴブリンもインビジブルかけるような形で一瞬でタウンホール破壊してきましたね。ただこれはタウンホール攻撃できなくなったんで、反射ダメージでねおでん像とかにダメージが入らず、まあ、どうだったのかっていうところ微妙なラインですよね。タウンホールが壊せるっていうのは当然あるんですけど、タウンホール越しの反射ダメージが一切なくなったので逆にってところはあるけど、どうだこれワンチャン、うーおー、いや今の出たらめちゃくちゃでかかったな。しかもオールブレイカーそれていく、3連続防衛なるかってところです。おお、でもどっちにしろこれは出るのでは。ああフリーズ隠されてクイーンの HP がギリギリすぎる、さっきから。さあこれはさすがに出ますかね、フィスト使いますが先にこれはクロークが出ていきます。さあラバルが上からスタート、いやー奇跡の3連続防衛なるかっていうところなんですが、クイーンはこれ真ん中マルチまでは伸びないですね、見てそうだったけど。さあウォーデンがちょっとこれはヒーローの方に釣られてヒーローにくっついてますね。ここはキングと当たってるところ離れていって、ストライカーも離れていって、これはウォーデンのライフオーラがなかなかバルーンに入らない。さあここでトーム、ただロイちゃんトームがちょっと強いか、これはロイトームが少し強い。さあウォーデンホーミングヒットしたんですけど、トーム中だったので無効化されていく。さあロイちゃん対決、なぜか呪文が余っている、これはどうだ。さあトルネード出ていきますが、ロイちゃん能力残ってるのでこいつが落とせない、完全になんか、あーラバル・ウィズ・ロイ・オデンみたいな主軸がもうロイちゃん・ウォーデンでしたね、この戦術。いやー惜しいな、紙一重ギリギリのところを拾われた感じがしますね。さあクラウス、こちらもスケルトン・インビジブル、スーパージャイアント3体というところで30枠小刻みにターゲを取っていきたいところ。さあ新王シングルマルチ両方やっていく、強い。さあちょっとマルチの方が進み悪かったんですが大丈夫そう。おお釣りで、あーた、あー伸びない、うん、クランジュ失敗しましたね。ロイちゃんにちょっと反応したやつ出た今。いやこれ超きつそう。いやでもな、 IT2 本折れてる。さあフィストでなんかすごいな対策が。さあリクスケのお祭り。さあ太一クロスがちょっとターゲット入っちゃいましたねクイーンに。さあ投石の方もこれはクイーンに向いてくるぞ。すーこっでもギリギリのインビジブル投石は役が怒って怒って、オッケー。さあスーパージャイアント盾にしていきますが、ここにはバネトラップ、クイーンの HP がやばい。
さ逆サイドはロイヤルチャンピオン展開して、なんとかこれはタウンホールまで。危ない、クロークはなんとか温存できました。さあここクロークとブーメラン両方使っていく、一瞬でタウンホールを突破しつつエアスイまで、おお、なんとか突破できた。さあショテラバストライカートームボマーまで突き刺していく。さあ援軍はね、処理というかクランジを壊す予定だったんですが、出てきたのは小物と、トーム中にストライカーは倒せましたね。さあフリーズヘイストがまだ残ってるんですが、まずはヘイストでマルチ IT 乗り越えていきつつ、さあこれがなぜ前回まで伸ばせるんだというような形、あーぜかすごい量のバレ残ってますよ。さあ圧倒的展開になぜかなっている。初手のね、まあ、シングルとマルチの方は決まってたのがね良かったですね。クランジョの方はヒーローパートがねクランジョにかかってないスーサイドだったので、今回はまあ、うまく機能したところもありますかね。ヒーローパートかかってるところでのねこの失敗だったら結構痛かったんですけど、クランジョはヒーローパート5だったので、ラバルパートにちょっと援軍が出てきたぐらいで済みましたかね。とはいえナイスリカバリーガーサス。さあ前回続いてるんですが、クイーンオーカーズからするとね、1本とりあえず守らなきゃ絶対に勝てませんというところ。さあバーバリアン歌を6時投げ込んでいく。こちらもスケルトンインビジブルコウモリですが、マルチとクランジョインビジブル決まっていきそうですね。アストもねめちゃくちゃ全開率の高い人なんで、さあスケルトン置いてきましたが早すぎたのでキングの方に第一クロスが入ってる。これはいいぞ。さあキング少しテスラ見えたもあって流れそう。バルキリーも追加で出してロイヤルチャンピオン9時、ちょっと今のクラウスの攻めと軽く似てるようなヒーローパートですね。タウン横のクロスボウにロイちゃん当ててヒーローで見に行くみたいな。さあキングの方はね結構被弾がね第一クロスが降り注ぎまくってたんでね。さあ前衛ロイちゃんとキングの方は溶けてきてはいるんですが、タウンホールこれは一瞬で折られてしまう。シューターがこれめちゃくちゃ強いな、このルートシューターが強すぎるな。さあこれマルチまで行かれるな。インビジブル一発でクイーンの方も延命されつつ、くるっと回って入っていきました。いやーこれルートが狭まりすぎている。イーグルの方から、まあこれどっちから行っても良さそうすぎるもんな。さらばストライカートームで一気にクイーン処理しつつ、ヘイストではなくレイジで面を大きくドッカーンと入ってきましたね。さあちょっとフリーズは外してますが、裏からドラゴンライダー採用している。ライダーでイーグルもケアするような形。さあもうこれは圧倒的オーバーキルですね。いや強いな。さあ囲い込んでいって GG と、うまい。マストは止めれんな。シューターがめちゃくちゃいいルート入っちゃいましたね。爆破だったな。さあラストアタックやっていきましょう。まあ、取って守って以外は勝ち筋がないというような状況ですね。クイヒードラゴンライダー。さあまずはクイーンくじで置いてでガグイルで対空砲のタゲ取りつつ大砲にバルーンを刺して、まあ、テスラがないのもこれで分かりましたね。さあロケバル投げ込んで突撃艦投げていきます。さあ援軍は小物と、さあこれはラッキーストライカードッカーン、綺麗に勝手に死んでくれました。さあゴブリンが走ってきてちょっと痛いですね。ゴブリンスーパーガーゴイルが微妙ね。これ使うチキってレイジーブ言ったけどなしでもいけそうだったな。
強気になしでもよかったかもな、これ。さあこのままこのクロスはスルーしていきます。6時にイエティを置いてウォールブレーカー打てるんよ。あ、ミニエティに反応してんのか。あ、ミニエティ出てない。だから残ったのね、これ巨爆と宝石とバネットでなんかボコボコにされてましたね、かわいそうなことに。さあちょっとヒーラー横打ちも入ってきてるんで、ここはキングサポート、キングロイちゃんをシングル相手区画へ。さあクイーンの方ね、これ微妙だったな、いらなかったな。自分で黒子をしたんだけどこれいらなかったっすね。うーん、ちょっと2回とも消極的なプレーでレイジとクロークと微妙だな。で上からドラゴンライダー展開していきます。さあクイーンの方もレイジ置きつつ、これはうん大丈夫かなと目切った瞬間、まさかのクイーンが落ちていく。これはまうーん、インビジブルかけるべきだったから、ヒーラー落ちてることをねしっかり想定してることと考えなきゃダメでしたね。これはフィストも残ってロイちゃんも能力あるんで強いんですけど、これはクイーンが残した区画の方にユニットがどんどん逸れてきてしまい、最終区画もねクイーンが生きてればねくるくる回ってくる予定だったので、いやーマジでクイーン殺したのが滞在すぎだな。ユニット全部こっち流れてきちゃいましたね。こっちが残ってなければね2時の方に流れてくれるはずだったんですが、クイヒーが全てのクイヒーでクイヒーを殺してしまったっていうのが良くなかったですね。配置じゃなくて空に反応する、ね、クロスボウだったんでね、ヒーラー撃たれちゃいましたね。射程が短すぎて逆にクイヒーからするときついっていう。まさかの 79%。さあ最終アタックブーム、クイヒーラバル。現在クイラバでレジェンドリーグね1位とか2位とかねずっとキープしてますね、グローバルで。もともとねトツビズラバルやってたんで、まあ大元行けばクイラバもやってた人なんですけど、ブームもレジェンド強いよな。一時期ちょっとね引退するかもみたいなことをね今シーズンの始まりには言ってたぐらい不調だったんですけど、今ではなんかレジェンドリーグですごい成績いいですね。さあ穴開けしつつクイヒーは通路に入れていきたいイメージなのかな。さあキングで援軍を釣っていきつつ、ストライカーはここレイジで勝利していくような形。さあちょっと火力は高い、ポイズン使っちゃったんでこの細かい人たちの処理めんどくさいですね。さあここはフリーズ2発目使いのバーバリアンとガーゴイルが出てきた。さあウォールブレーカー、なるほど、これクランジョ明け狙ってんのか。あーそれうまいな。さあクランジョにウォールブレーカー刺さりまして、配置いってその後安いあたりシングルあたりに戻っていくのか。でタウンホールからラバルとヒルと、さあクイーンはこれはクロック、中心赤爆だったりは当然置いてあるんですが、これクイーン見えてるな。レイジインビジブルでしっかりクイーン延命、タウンホールはここで一気のドームをかけて突破していきつつ、さあただタウン裏ねこのトルネとタウンポイズンで結構バルーンは落ちがちなところだったので、ここをどうキャしていくかっていうところなんですが、今回は兵器使っちゃったのでロイヤルチャンピオン代わりに残してますね。さあただこう強気のレイジ、それ強気やったな、これは強気のレイジが過ぎてクローク使った後だったのでクイーンの方は落ちましたが、これは兵器から出てきたライダーが最終的にはこれ回ってきましたね。微妙なライン、どうだ。さあライダーが突破して大量のガーゴイルが回ってくる。ライダーが強い、ライダーが強い、ライダーが強い。はい、というわけで
デイツ初戦終わりまして、ストラット相手に12対13と、惨敗ですね。自滅感が半端ないですね。まあ、あんまりね、先頭に2連続でこける展開って今まででもずっとなかったんですけど、まあ、2つね連続で相手からも守れてた分、ちょっとね自分たちで崩れて自分たちで落とした負けみたいな感じな展開なので、これは痛いですね。勝てる試合を落としてしまったっていうのと、実はねこの試合の前にね3試合別にやってて、別の大会が3試合入ってて、その時もねストラットと対戦してて、まあそっちのはねまた別の動画にしようと思ってるので結果は言わないんですけど、そういうのもあった分ね、ちょっと悔しい負け方ですね。これは非常にもったいない負け方しちゃったかな、自分も含めですけど。まあこれによってね、下の方から勝ち上がってきたトライブゲーミングとテイツの2戦目やっていくことになりました。明日の動画はトライブ戦です。というわけで今日はこんな感じでまとめます。チャンネル登録をよろしくお願いします。